20世紀の終わりに発見されたデジタル生命体、デジタルモンスター、略してデジモン。デジモンはネットワークの中に存在するデジタルワールドに生息しているという。時として彼らは現実に姿を現し、人々に様々な記憶を残していった。友好的な生物として、そして人々を脅かす脅威として。だがその記憶も時の流れが緩やかに薄れさせている。デジモンは冬の終わりに密かにやってきた。デジモンは画面の中を自由に動き回り、時には話しかけてきたりする。そんなデジモンを君は微笑ましく思い、親しみを感じるようになっていった。そして今この瞬間も、君と同じようにデジモンと出会うものは増え続けている。
った。待って。足でまとい。ドルモン、やれるな。ああ、